どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は新しい妖怪育ててみましたので使っていきましょう。クロニと戦うよ。このパーティーだね。まずトゲニャン、そしてジバニャンで、チクチクーニですね。チクチクーニはトゲガード、トゲニャンと同じスキルを持ってます。このトゲガードが反射系で一番強そうなので、これでいってます。まあ、D ランクでも耐えて、だいぶダメージも与えていけるんではないでしょうか。うん、やってみましょう。で、アタッカーは、やっぱりね、素早さがないと、クロニの攻撃が多くなってしまって、タンクがやられちゃうので、素早さの多いジバニャン、トゲニャン入れてます。まあ、S ランクになると素早さがね、250以上とかになっちゃうので、まあ、200前後ぐらい、これぐらいで大丈夫ではないでしょうか。まあ、プリチーの陣も発動してるしね。では、これでクロニ行ってみましょう。では、クロニ行きますね。いるよね。クロニだよね。間違いない。OK。チクチクーニは、素早さが若干低いんで、一回最初やられるかもしれない。おっ、ぶね！どうだ？まあ、一回、回復しとくか。で、ガード！ガードして！いやー！いや、遅い。あ、まあまあ、クリティカルだから、もうどうしようもなかったけどさ。最初なんだよ。チクチクウニがガードするまでが、ちょっと問題なんだよな。違うやっぱりこの素早さ問題っていうのが、地味に効いてくるんだよな。いやー、きつい。これは結構きついぞ。ギャー。で、しかもジバニャン攻撃食らってる。まあいいか。ここで次多分ジバニャンにもう一回攻撃来るから、オッケー、ガードした。うん。で、これでジバニャンを生き返らせれば、こっからスタートでいいでしょう。うん。トゲガードもだいぶダメージ与えれるでしょ。どんぐらい？いいぐらい。150与えていければ、だいぶダメージになるんで、いいですね。はい。まあ、変にクリティカルもらわなければ、全然、耐えていけそうだね。好きな食べ物なんか、わかんない。あ、ラーメンは好きな食べ物ではないけど、まあ、無難に回復するから、それでいいですね。で、ちゃんと必殺技で、受けていけば、問題ない。余裕。HP もね、チクチクには、350ぐらいだから、ラーメンでも完全回復するんで、大丈夫だね。うん。でもね、下手なパーティー使うよりも、このトゲガードが入ってるやつ、で、行くと、もう間違いないよね。もう全く、本当にこれがね、間違いない。よっしゃ。で、あとは、あれだよ、必殺技の時に、ちゃんとこっちも必殺技画面にして、攻撃を受けていく。うん、それだけ注意していければ、いける。チクチクにでもいける。はい。よっしゃ。OK。どうなんだろうね。ツボガードとこっち。よしあしだよね。ツボガードだったら、アタッカーが結構重要な動きになってくるけども、このチクチクウニのトゲガードだったら、別にアタッカー必要じゃないもんね。基本的に反射ダメージのみで倒せるんで、他は
いらないアタッカーが、うん、まあおまけみたいなもんだよね。特に今回入れてるジバニャンとかトゲニャン、ランクが低いやつは、まあ、おまけですよ。あのね、うん、やっぱりダメージソースはチクチクギのトゲガードなんで、これさえあればもうなんとかなるもんな。お、あと半分、早い早い。この短時間で半分減らすってこれすごいもん。ああ、チクチクに行けた。これ意外がーぐりでも多分いけるな。あぶれ、うん、意外がでも多分いけるよ、間違いなく。あぶれ、あーあー、ちょっと振り出しに戻った。でもここはもう仕方ないよ。 OK、 完璧。素早さはね、やっぱクローニと戦うならば200は欲しいんだよね。うん、で素早さのその問題でやっぱりトゲニャンが最適解なんだよな。うん、トゲニャンは普通に素早さ200軽く超えるんで、やっぱりあっちがいいか。でもまあこのチクチクーニとかイガイガグリ、これでも余裕でいけます。まあただ最初のねガードするまでがちょっと危なっかしいけど、それさえやってしまえば全然余裕。まあクリティカルをね変な時に受けなければ、うん、だけどね。でもそこまでガシガシクリティカル、おお来るタイプじゃないと言いつつ、いきなりクリティカルが来た。あでも300ちょっと弾き返す、これはすごいね。ああ、300台ダメージ出せるやつっていないよ、いない。反射ダメージしかありえないんで強いね。ああ、いやいや、最後の最後になんかこういうことしてくるよね、クローニって。妖術でなんか変に攻撃をしてくるようになる。もう通常攻撃でねどんどん来てくださいよ。でジバニャンも変なことしないで、もう常にね攻撃だけしてくれればそれで勝つのよ。うん、シワクちゃん入れてるんで全然勝てる。あぶれ、ここでねやっぱぼーっとせずにちゃんと受けていかないとダメで、ちゃんとガードの後は回復だね、回復はしっかりと入れる。 OK、うん、もう慣れたもんだ。ちょっと前まではねこれ必殺技ボッコボコ食らってどうしようもなかったけど、もう慣れてしまえば全然反応できる。うん、必殺技が打ってきたら素早さを元に戻して技を使う。あと、あとあれか、こう受ける妖怪は一番左にしといた方がいいんだ。一番右にしてるから、ちょっと必殺技が遅れちゃうのか。あ、そうか、そうか。受け妖怪は一番左が正解だ。なるほど。大間違いでしたね。倒した？はい。まあまあまあ。余裕でしょ。チクチクに。うん。全然余裕でいけました。やっぱりね、トゲガードは、超優秀。うん、クローニの時はぜひトゲガード使っていきましょう。ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。